どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。校長じゃ俺だということで、7月9日でございます。早速外へ出かけていきましょう。レッツラゴー。さあもうほんとね、物語は終盤になっております。羽田シティ東側は一体どこで何があるのか。テックカップだよね。行きましょう。きっとそうに違いない。さあさてと、準備は OK かな。今日はいよいよテックアリーナ公式大会テックカップだ。もちろん、ウカは準備 OK かな？あ、自分に。いや、もう OK ですよ。やりますよ。男、ウカ、一発できます。OK! うん、よーし。ファイトがわ、ん？ファイトが湧いてきたってどういうことだ？まあ、いいや。うん、やる気ってことだね。おっと、もうそろそろ待ち合わせの時間だ。急いで行かなくちゃ。それじゃあ行ってきまーす。さあ行きましょう。盛り上がって。バタン、閉まって。いや、もうここはちょっと盛り上がって。走ればなんとか、ん？走ればなんとか間に合うな。よーし。たっ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 た。うわわわわ。あれ？なんだろう？この、これ、デジャブかな？ほんと序盤でこんなパターンあった気がするんだけど。あ、いたったったった。いててて。君君、大丈夫かい？あ、はい。僕は大丈夫です。あれ？誰だ？あ、ほんとデジャブだわ。うかくんじゃないか。あ、ネブ博士。ふ、わはははは。あはははは。なんだか前にもこんなことがあったっけね。あ、ネブ博士、カード、カードは？あはー、安心して。今日はカードをばらまいたりはしてないよ。ほ、よかった。なるほどね。まあまあ、まあまあ、毎日カードを持ち歩いたりしてないからね。それもそうですね。もうおっしゃる通りだわ。わはははは。あはははは。なるほどね。今日はいよいよテックカップだね。もう、はい。これを勝てば、いよいよウカ君も、グレーテストチャンピオンか。どうだい？勝てそうかい？わからない、難しい。バッチリです。いや、難しいっすね。おっと、随分弱気だな。まあ、確かにテックアップは羽田シティの中でも、特にレベルの高い選手が参加してる大会だからね。でも、始まる前からそんなに弱気になることはないよ。胸を張って勇気を持って、あの女の子の言葉が、今のウカ君にちょうどいいかもしれないね。え？それって、なんだ？あの女の子？誰だ？あ、葵ちゃんか！胸を張って勇気を持って！なるほどね。あれは葵ちゃんからブラック博士のエールだった。そしてそれはそもそも、ブラック博士から葵ちゃんへの。あ、そっか。考えてみればそうだね。てか、ブラック博士もなんだか、うん。それはネブ博士は知らないか。実はブラック博士の言葉なんですみたいなね。おっと、もうこんな時間だ。僕もそろそろ行かなくちゃ。テックアリーナに呼ばれてるんだ。特別ゲストとしてね。なるほど。それじゃあまたね、テックアリーナで会おう。一緒に行きましょうよ、せっかくなんで。で、それでなんかちょっと、機械に細工とかできたらいいんだけどね、勝つように。まあ、行きましょう。たっ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 た。さてさて、うん。もう遅いよ、ウカくん。ごめん。いやー、僕はいいんだけど、この先で待たしてるのが。あははは。嫌な予感がするな。私が怒るって？ウカくんが遅刻したから？あ、いや、怒るわけないでしょ。あ、そうなんだ。なんたってウカくんは、今日のテックカップの主役の一人だもんね。その大会の前からへこましたりしないわよ。だけどそろそろ行きましょう。本当に遅刻したらシャレにならないんだから。まあそれはそうだ。うん。子供の頃はやっぱそういう時間を守るっていうのが仕事だから。お、のぼるくん。よ、今日はあれだな。ついに俺らがマリンパークでずーっと特訓してきたその成果が試されるってわけだよな。まあ俺じゃあんまり力になれなかったけどな。とにかくよ、なんだ。頑張れよな。あー、ツンデレパティーンね。ありがとうございます。じゃあ先行って待ってるぜ。のぼるくん。いいじゃない。で、お兄さん、たけるくんは、あ、ひとみちゃん。あ、うか先生、もう先生は言ってやだな。今日は頑張ってね。私、引っ込み思案で友達いなかったけど、でもね、みんなが私を誘ってくれて、虫キングで遊ぶようになって、私、ずいぶん友達できたんだ。今日は、テックアリーナで応援してるね。おー、ありがとう。応援、参加しないんだね。それは残念だ。あ、葵ちゃん。もう体大丈夫なんかな？ブラック博士が、あ、いなくなっちゃったんだよね。まあ、実際、どうなんだろうね。ふふ、いいの。あれからブラック博士、ほんといなくなっちゃったんだ。だけどね、あの言葉、胸を張って勇気を持って、あれ、ごめん、喉が、失礼しました。あれ、私への言葉だから。私、おじさんがいなくてもちゃんと頑張らないとね。そうだね。うん、素敵な言葉。今日は赤さんの晴れ舞台だし、テックアリーナで待ってるね。いい？絶対絶命になってもくじけちゃダメなんだから。胸を張って勇気を持って、なんだからね。うん、それじゃあね、やってやろうじゃないか、頑張ってやるよ。ああ、もう I can do it。 あ、どうした？え？
どうしたこの二人は。トイレ掃除ばかりで疲れた虫。クワをもう窓拭きばかりで飽きちゃったクワ。この二人は本当何をやってんだか。ねえ、もう。やっぱり、気になるクワ？もちろん気になる虫。気になって気になって、トイレ掃除に身が入らない虫。それはまずいんだクワ。どうすればいいクワか？気になる原因を解決しないとダメなんだ虫。何が気になるクワ？そりゃあもう、テックカップなんだ虫。おっと、この二人よからぬことを考えたな。こうなったら、善は急げなんだクワ。ドドドドドドッとね。まあ、行く方は、うん。あ、掃除は後回しにするのは、全くもって仕方ないんだ虫。だそうです。なんだろう、この、正当な理由になるのかどうかはまあいいとして。うん。まだ何も始まってないのに、みんな盛り上がりすぎだぞ。だけど確かにそろそろ大会スタートの時間。そして今回のテックカップは見どころもてんこ盛り。そして今日はその見どころの特別ゲストお二人に解説してもらうことにしたぞ。まず一人目のご紹介。ご存知虫菌研究所の若き熱血リーダーである、ネーブ博士って。このデレレがちょっと自分で言うべきだったかな。まあいいや。つい先日のブラック博士の凄ましいバトルも記憶に新しいところです。そうだね。あははは、どうも。ご紹介に預かりました。僕はネブ博士です。今日は今から皆さんの非常にレベルの高いバトルを楽しみにしています。勝っても負けても楽しく素晴らしい虫キング大会をみんなで作り上げていきましょう。おー、盛り上がっていいですね。ふん。勝たなきゃ面白くなんかないさ、アキラくん。そして、もう二人目のゲストは、なんと今までなかなかみんなの前に姿を見せることがなかった、最強のサスライムシバトラー。ででででででで、じゃん。虫キングジョニーだー。え？ジョニーが来てるのか？大会に参加するの？ざわ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 ざ。いや、もう大人だから参加しないでしょ。はい、皆さん。あ、失礼。お付き合いお付き合い。ちょっと変なボタン押しちゃった。よいしょ、戻ろう。失礼しました。はい、皆さん。こんにちは。いいね。虫キングジョニーです。今日のジョニーはバトルの、大会バトルの解説を、こちらネブ博士と共に行っていきますね。皆さんの熱く激しいバトルを期待しています。はい、それではお二人に、今回のテックカップの見どころを紹介してもらいましょう。そうですね。まあ、まずは何と言っても、今、羽田市で最も強いプレイヤーである、アキラくんに注目したいですね。ここ最近ほとんど負けていないというアキラくん。今回も実力を発揮して見事に、栄冠に輝くのか。この大会のテーマの一つは、ストップザ・アキラくん。え、そうなの？アキラくんをと、まあ、ザ・アキラっていうことはほっといて、まあ、そういうことでしょうね。うん。誰がアキラくんを止めるのか、ということ気になりますね。なるほど。ネブ博士、タクマくんも忘れてはいけませんよ。ここのところ調子を落としてると思われがちですが、実はアキラくん以外にはほとんど負けてないんですね。その相性が良くないアキラくんが相手になった時に、いかに戦うかがテーマになりそうです。お二人ともありがとうございました。しかし、もう一人この選手がいるじゃありませんか。ドクターネンマスターズであり、そしてジョニーさんの弟子と言われるウカ選手。要は二人の弟子だね。うん。なんといってもテック、二人、あのネブ博士と虫キングジョニーの。あ、なんといってもテックカップは初めての参加なので、厳しい大会にはなるでしょうが、それにしてもすでにいくつかの伝説になるようなバトルを経験しているとも言われてますが、そのあたり、ジョニーさんどうですか？そうですね。公平ではなくなりそうなんで、あえて触れなかったんですが、実はウカ君にはジョニーが稽古をつけましてね。おー、それではジョニーさんの弟子だというのは、噂ではなく真実でしたか。なるほどね。本当に稽古をつけてたっていう時代。まあ、そんな稽古という稽古、まあ、うん、お世話になりました、いろいろと。今回も優勝するだけの実力を持ってると思います。ウカ君、頑張って。ああ、任せてくださいよ。おっと、ジョニーさんから、ウカ選手へご個人的なエールを送られてるぞ。おー、なるほどね。やっぱりウカが、ジョニーの弟子ってはさ、本当だったのか。すげーすげーぜ。ざわ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 、ざわ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 、ざわーじゃないんだね。ネブ博士はいかがですか？ウカ選手はドクターネンマスターズでもあり、ネブ博士にとっては本当の意味でお弟子さんに当たるわけですが、そうですね。まず僕が言えるのは、たとえウカ君でも、このテックカップは簡単に勝てないということです。今までとんでもないスピードで大会を勝ち上がってきて、今やあと1回勝てばグレーテストチャンピオン。そんなところまで来ていますからね。でも、それでもウカ君がこの大会を勝つようなら、それは、ウカ君個人の才能によるものということでしょう。それはつまり、一言で言えば、天才！
おー、天才発言、まさかの。ネブ博士からこんな発言が飛び出すとは。この大会、ユカ選手が勝つようなことがあれば、それはすなわち天才と相談権した。すげえすげえぜ。ユカってやつ、やっぱりただもんじゃないってことかよ。ありがとうございます。いやー、無理ある。嬉しい。ふぅ。なんだかすごいことになってきちゃったね。うん。まさかネブ博士がここに来てこんな発言をするとはね。さあ、ネブ博士のびっくり発言のせいか、ウカ選手に注目が集まる。今回のテックカップだけれど、今回紹介した3人以外にも優勝候補はまだまだ、5万といることを忘れちゃいけない。誰が勝っても番狂わせとは呼べないのがこのテックカップ。その大会のルールは、こちらです。なんだ？何が来る？さあ、公式大会、じゃあ登録しましょう、早速。おい。不定期大会、テック、無差、よっしゃ！よかった！無差別級大会。はい、というわけで、次回、ついに、公式大会登録したところからスタートとさせていただきます。どんな大会、テックカップ、お楽しみに。それじゃあ、またね。